皆様こんにちは、数学ラブです。二等辺三角形の面積を数学するということで、今回はこちらの問題を解いてみましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿しています。また就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿したり、数学問題解法の豆知識をショート動画として投稿しています。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。問題です。高さが15、周の長さが50の二等辺三角形の面積 S はいくつですか？答えは120となります。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。この点を A、 この点を B、 この点を C とし、この頂点 A から辺 BC に下ろした垂線の足を D とします。そして BD の長さを X と置きます。周の長さは50ですので、AB たす BD たす DC たす CA が50、 AB たす BD たす DC たす CA が周の長さ50となります。ここで BD は X と置いてます。そしてこの図形は二等辺三角形ですから、 AB イコール CAAB と CA の長さは同じですし、 BD イコール DC、 BD と DC の長さは同じですので、 AB たす BD、 つまり X イコール25となります。ここから AB イコール 25-X と表すことができますので、ここで三角形 ABDを見てみると、三角形 ABD、 これは直角三角形ですので、三平方の定理から BD つまり X の2乗ここですね、足す AD つまり15の2乗ここですね、というのが AB つまり 25-X の2乗に等しいここですねと表すことができますので、X の2乗足す15の2乗イコール 25-X の2乗となります。これを展開して計算すると 50X イコール400となり、 X イコール8、つまりこの BD の長さが8ということがわかります。ですので求める二等辺三角形の面積 S というのは、8+8、この BD が8ですので 8+8 かける15、高さですね、かける15、三角形ですので割る2の計算をして120と求めることができます。いかがでしたか？今回は二等辺三角形の面積について考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまっておりますので、気軽にお寄せください。X もやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。